はい、ということで改めましてね、ソーノライフ、カタカナで、ソーノライフと申します。ちょっとばっかりのお時間なんですけどもな、ね、ぜひお買い物をしながら、ちょっと余裕があればぜひね、お席もございますので、席までね、来てちょっとフラッと聞いていっていただけると嬉しいなと思います。ソーノライフ、はい、ステージ始めましょう。そうね、じゃあ最初は、コモレビの午後というソーノライフのオリジナルソングで、はい、おしゃれに始めましょう。
ネジネジしてる場合じゃないみたいな。いやもうそろそろもういいか就活を始めてる。そうで、そういうことネジネジがプリントされた T シャツを着てる。それは本末転倒の気がするね。ネジネジは必須じゃないからね。ここにプリントされてる必要はないんですね。いや、まあ一応見かけは欲しかったですね。まあ、見かけはネジネジが欲しい。まあそれはいいですよ。中尾明さんの話はいいんですけど、そんなライフと言ってね、演奏したんですけれどもね。もう毎月ね、この、山梨、秋田、辰巳に来て演奏させていただいておりますけれども、やっぱりね、知ってる曲で、ね、ちょっとこうそのライフ馴染んでほしいなというところがありますので、CM に使われてた曲、車好きな方はとって思うかもしれないんですけど、マツダというメーカーのね、車の CM で流れておりました、奥田民生さんの風の西川という、曲を聴いていただきましょう。虹は見えても渡れない、雲を掴むような浮かれた話、thank you.
人組で今こうやってね演奏しておりますけれども、あと数曲演奏させていただこうかなと思っておりまして、ね、はい、まあ我々がこうやってねライブをやるというのは、うん、まあ、もちろんね、こういう音楽生演奏を聴く機会っていうのは、まあ、実はあんまりねなかなかないものですから、そういう生演奏をね気軽に聴ける、場所を提供できたらなと思ってこういう活動をしておりますが、まあ、やっぱりこう演奏させてもらうならね名前もね覚えてほしいなって思うのが、そうですね、やっぱり世の常でございますので、そのライフという名前をねぜひ覚えていただけると、嬉しいなと思います。はい、そんな感じで毎月ここでね演奏させていただいて、おりますけれども、はい、まあおりましたんですけれども、まあまあ、一応ねちょっとニュースでご存知の方もいるかと思うんですけど、このアピタがねこの秋でちょっと撤退をするっていう関係で、このアピタでのそのライフ、ね、この後チッタというアーティストもいるんですけども、でのライブはまあ今日。ただまあ来月以降ね、ちょっといろいろまた別の場所でね、演奏できるようにいろいろとこっそり動いてますので、その時はまたいいお知らせができたらなと思います。まあ、とりあえず今日は締めっぽくなく楽しくね、演奏して、ここでの最後のライブをね、お会いしたいと思いますので。じゃあ、カバー曲、いきましょうか。僕らがとっても好きなアーティストさんで、スピッツというアーティストなんですけど、このスピッツさんが、パフィーという女の子2人組の、ね、ユニットに提供した曲ですね、そちらをやりましょう。愛の印という曲です。
本来2人組の、女性ユニットなんですけど、今日はちょっとあのボーカルの、ほうきさんだけ、こちらに来て演奏してますけど、まあ、この2組でもう本当に、毎月来ている、間柄なので、ね、ぜひそのライフとできればチッタの方の、ね、名前を覚えていただけると嬉しいなと思います。今日ね手ぶらでは来てません。我々もやっぱりCD とかね、置いてありますので、ぜひね、そのライフの、ああ、なんかいい曲あるじゃんっていう方、思った方はぜひね、CD 手に取っていただけると、嬉しいなと思うわけで。で、続いては、そんな CD の中から、曲やろうと思うんですけども。はい、ここでお茶を言う。言うはええのに。言うはええのに。ジラス。こう、二人でね、こうやってますけどね。これからやってる曲は全てこっちに委ねてるから、僕もね、次やる曲何か分かんないですけど、ね、いいですよ、そんな内部事情。あ、そう何をやるの、これで井上陽水やる井上陽水好きだね、ほんとにやらない、せっかくなんでね、ちょっとあの最初にやった木漏れ日の午後っていう曲がおしゃれだったんですけど、次の曲もちょっとおしゃれで決めちゃおうかな。おしゃれなやつ、陽水もだいぶおしゃれ。違うな、井上陽水はまた次の日、違う次の日になります。マピルマですけども、真夜中のスイングビートという曲を聴いていただきましょう。Thank you.
ってくださいまして誠にありがとうございます。
出身の2人組で、女性2人のユニットなんですが、今日はちょっとピアノの相方さくらさんちょっと休みということで、急遽そのライフの2人に演奏をお願いして、ちったほうきがお送りしております。よろしくお願いします。というわけで続いてはちったの曲で、大切な歌という曲がありますので聴いていただきたいです。大切な歌。なかなかのプレッシャーを取らなければ取らなければいけない。
ございます。そう、それね、そっちにもあります、あっちにもあります、同じものですが、よろしくお願いします。というわけで、残りの曲はちょっと元気にアップテンポの曲がバババッと来るので、果たして私の体力が持つのかどうか頑張りなさい、お茶を飲みながら頑張りますね。ちょっと元気にお送りしたいと思います。カバー曲をですよね、カバー曲をお送りします。何の曲かな、カバー曲で元気の曲をお送りしてる本当にすみません、手がかりがないよ。そう、カバー曲で元気な、クジラ12号をお送りしようと思います。ジュディ&マリンさんの曲ですね。ちょっと元気にいきたいと思いますので、ちょっとお茶を飲みます。ではクジラ12号カバーさせていただきます。お願いします。
波を越えて波を越えてちょっとあの本家を聞いていただけるとすごいそっくりなんでぜひ聞いていただきたいなと思うんですけど続いても明るい曲をお送りします。カバー曲でこちらもまた有名なドリカムさんの曲をお送りしたいなと思っておりますので、聞いてください。晴れたら最後の曲、チッタのラブレターという曲で終わりたいと思います。ありがとうございました。チッタでした。